鬼の面つける機会がない。鬼の面が気にならないかい？目の部分だけくり抜いてあるだろう。あのまん丸感がとてもいいと思わないかい？豆はいらないから鬼の面だけ欲しい。それにつけてもおやつは変わる。じゃなくって豆、豆だよ。それにつけても若者の豆まき離れを遺憾に思う今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。節分の日は早朝から全裸で鬼の面をつけて走ってくるバカが出現する。それは平井のじいさんだ。平井のじじいは俺を見ると豆を投げつけてくるから嫌だ。逃げるとどこまでも追ってくるし、鬼じゃねえよと言ってんのに投げつけてくる。しかも人の家の中に向かって豆噴射するし、豆の中にセイロガンが混じっているのも立ちが悪い。そもそもクソ寒い中全裸になるのも意味わかんないし、とにかく豆だらけになった後の掃除が厄介だ。昨年引っ越しをしたんで、もう平井のじじいの全裸豆まきを見ることはない。しかしここはやけに静かだ。鬼は外、福は内の声も豆をまくバラバラという音や子供たちが逃げ回る声も聞こえてこない。このマンションの住人はほとんど年寄りだし、子供なんて住んでいないから仕方ないのかな。そうなると平井のじじいは元気な方なんだな。なぜかあの忌まわしかったじじいの全裸豆まきが懐かしく思えてきた。じじいがポコチン出して追いかけてくる姿を思い出した。去年は必死になって逃げ回っていたけど、今思い返してみたら結構笑える。平井のじじい、バカじゃなかろうか。